皆さん、はじめまして。ゲームリンクの高浜と申します。今回からこのチャンネルで動画を投稿していくんですが、どんな内容をお送りしていくのか、活動コンセプトについて今回お話していきます。今ですね、いろんなゲーム実況者の方とかプロゲーマーの方をはじめ、ゲームを通じたいろんな選択肢が増えてきています。これまでってゲーム業界で働くことをイメージすると、メーカーに勤めてクリエイターとして働くっていうのが一番イメージとして強かったかなとは思うんですけど、ここ10年くらいですかね、どんどんいろんな角度からゲームに携わる選択肢が出てきて、少しずつ業界のあり方が変わってきているなと感じています。ただ一方で、それを目指している数と実際に実現できている数というか、例えばゲーム実況者として生きていけている人の割合っていうのには、実際ものすごいギャップがあるわけで、まだまだ発展途上の分野だと言われています。私はそのギャップが何か少しでも埋まるようなきっかけを作りたいなという思いで活動しているんですけども、要するにもっと多くの方がゲームを通じた生き方ができるように、そのモデルを見出したいなと。もちろんね、人それぞれ目指すところは違うというか、趣味程度で楽しめたらいいとか、副業程度でとか、いろいろありますよね。なので、それぞれに応じた生き方とか選択の幅を少しでも広げるという切り口で、ゲーム業界を盛り上げたいと、広くお伝えするとそういうことになります。このチャンネルではですね、そういったところに着目して、これまでにあまりない角度からの、取り組みの様子っていうのをお届けしたいなと思っています。ゲーム業界にね、関心を持たれている方にとっては、何か役立つ情報があるかもしれませんので、ぜひね、皆さんチャンネル登録をいただいて動画をご視聴いただけますと嬉しく思います。まあ、具体的な内容についてはですね、次回以降の動画を見ていただければ分かりやすいかなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。はい、では今回は短いですが、これで終わります。ご視聴ありがとうございました。